はい、皆さんこんにちは、ハイセス。本日はですね、アメリカにおきましては1億円であっても全くお金持ちではないこちらについてお話をしてみたいと思います。もし本日の内容にご興味ある方はで最後までご視聴ください。それでは早速始めていきましょう。Let's get started。はい、それでは早速本日のコンテンツの方を始めていきたいと思います。今円安が進んでおりますけども、私も今年の1月にですねラスベガスに行ってきましたが、その時もですねやはり1ドル140円ぐらいだったんですけども、やはりですね日本円を持っていくとですねアメリカではね、こんだけしかお金にならないのっていうことで非常に貧乏になった感じがしますし、ハンバーガーセット頼むだけでもですね、それが例えば19ドルだとしてもそれがね2800円とかになっちゃって、そこからまたチップとかでいくとやっぱり4000円とかになっていくわけですよ。ランチでももう1人4000円ぐらいからとかね、そういうのはね当たり前の国なんですけども、日本ではこのね富裕層っていうのはね純資産1億円以上5億円未満超富裕層が5億円以上というふうになってますけども、アメリカではそれじゃ全然お金持ちじゃないよねというところがねあるので、本日はねそちらをちょっとねご紹介していきたいと思います。アメリカでは年収2000万でも生きていくのは難しいということですね。これどういうことかと言いますとですね、仮に新卒で年収15万で約年収2000万ですよね。だとしても月の手取り額は税金や社会保険料4K などを引かれて約8000ドル程度になります。そこから家賃が2500ドルか3500ドル、タワーメンの小さめの部屋、車の維持費や値上がり続けるガソリンなどが引かれ、さらに食費、交際費はハンバーガー1個とドリンク1杯だけでも税金とチップ含めて40ドルから、ディナーであれば最低1回70ドルなどを支払っていけばほとんどこれはたまりません。とても外食何度もできるような余裕は2000万でもないというところなんですね。日本だとね、2000万ってもうね、勝ち組というところがある感じですよね。もっと言えるのがですね、アメリカでは資産1億円はお金持ちではない。7.5 億円からやっと日本で言う富裕層、45億円以上がやっと超富裕層、そういったイメージになるということですね。だから 7.5 億円というのがようやく日本でいう1億円みたいな感じですね。で40億円がようやく5億円みたいな、そういったイメージなんだと思うんですね。なので1億円程度の資産であればみんなゴロゴロいるという感じですね。私もやっぱりシンガポールに来てもですね、やっぱりこう1億円とかっていうのはですね、そんなに全然大したことがないというふうにですね、こちらの方では思われてまして、10億とか、そういうところぐらいからちょっとですね、富裕層っていう形になっていく、そういったね、イメージがやっぱり感じられますので、それだけ各国の物価というのは高くなってますし、その分ですね、日本でいうこの1億円、5億円、この程度であればですね、お金持ちというふうにはですね、欧米とかシンガポールとかドバイとか、そういうところではですね、なかなか言えないというのがですね、あるんじゃないのかなというふうに思ってます。今後ですね、まだ円安がねかなり続く中、アメリカとかに住むとなるとですね、それだけお金が必要になるというのはですね、一つ現実としてですねあるんじゃないかなというふうにね思ってますので、本日ご紹介してみました。なのでアメリカに住むことが本当に幸せなのか、もしくは日本で食べ物をねすごく安くて美味しいですし、まあ、日本で住むだけであればですねそんなにいらないですから、日本でしっかりと理想的な感じでやっていくのか、それはですね、まあ、その人の戦略になっていくと思うんですけども、海外にね出るとですね、特にこの円で持っていくと今後はですね資産の目減りというのがありますので、まあ、私もそうなんですけども、今シンガポールに住んでいてですね、ドルを稼いでいくことの重要性っていうのはですね、多分日本にいた時より以上に今感じています。なぜかというとですね、まあ、本当に家賃とかもそうですし、生活費もやっぱり日本よりは高いわけですから、ドルを稼いでいくビジネスっていうのはね、もっと構築していくことがですね本当に今急務になってきているなというですね、私も感じます。はい、というですね、本日はアメリカでは年収2000万は生きていくのが厳しいと、1億円なんて全然お金持ちでも何でもない、 7.5 億円からなんですよと、そういった話をですね、本日はさせていただきたいと思います。本日の内容良かったと思っていただいて、いいねをよろしくお願いします。チャンネル登録のホームでこちらの方からよろしくお願いします。Twitter の方もぜひこちらの方からフォローしてくれば幸いです。また日々稼ぐのワンについてメルマガの方も配信します。ぜひこちらの方もご協力ください。それでは本日のコンテンツは以上となります。 Thank you guys watching and I see you guys tomorrow. Bye.